こんにちはこんにちはキヤナビ今週も始まりました、えー、今週のコメンテーターは北海道大学の平本先生とハッピーアローの森さんですどうぞよろしくお願いします森さんご無沙汰しておりますご無沙汰ですどうぞよろしくお願いします, <laughs> ししますさあ今週のテーマは <laughs> はい。新型コロナウイルスの影響非常に大きい、うん フェリー、船旅ですねやっぱり北海道は海に囲まれているということもあってフェリーというと物流もそうですけれども日常の足としても大切な存在、乗り物ですよね僕もね学生の頃、苫小牧から大洗いやちょっとコロナの影響がありますけどねもう若者よ船旅をせよと。 心から言いたい森さん、いかがですかそうフェリーも結構、あの本州に行くのに乗ったりするんですけどこの間の連休は、輪っか内からリシリレブにフェリーで実はプライベートと仕事で行ってたんですプライベートと仕事ではい。実はこちらねあ、そうです、そうです使っていただきありがとうございますこれ森さんの映像ですかはい、私撮りました分かりづらいです、森さんさが出てこないと私が撮ってるのでの。 どこかわかんないじゃん。これリシリクフ,フェリーからリスイ島を取りました。綺麗じゃないですか。観光大使なんですよね。そうなんです。私レブン島の観光大使に任命していただきまして、この8月から。 あら、PR したいと思ます。一番大事な時期です。そうですね。はい、ありがとうございます。こんな大事な時期、さ、このようにですね、本州や離島を結ぶフェリー、本来ですとこの時期は予約が取りにくくてプラチナチケットと呼ばれたりもする時期なんですが、今年は状況が一変しています。